視聴者さん、こんにちは。そんなもんなのだ。ご機嫌いかがですか東北キきりたんです。どうもどうも、東北ずんこです。皆様こんにちは。あれこの声って。きりちゃん、お誕生日おめでとう。いたこ姉さま、近いです。近すぎままして。あら失礼今日から、こちらの実況チームのサポートをさせていただきます。東北いたこです。今日からいたこ姉様さまの解説や補足説明で、時々顔を出してくれるからよろしく。わい、嬉しいです。 どんどん賑やかになるのだそれと僕からもハッピーバースデーなのだキリタンおめでとうよい1年になりますようにありがとうございます私の誕生日ですけど今日遊ぶゲームはホラーなんですよねままああんまり怖くないかもよ今日遊ぶゲームはダーケストアフェアーズザマンションねダーケストアフェアーズを日本語にすると「最も暗い事件といった感じかしら マンションは集合住宅のマンションというよりも今回は豪邸やお屋敷っていう意味になると思われますそれでは今回の注意事項をご確認くださいそれじゃゲームスタートだべこの人はこんばんは紳士またはご婦人君は男の子それとも女の子どっち女の子にしておきます,きます素晴らしいなぜならこれはルーシーという名前の愛らしい少女の困難な人生に関する物語だからだ 主人公の名前はルーシーっていうのか。そしてその困難は彼女の周囲の人間が原因となっている。こういうのは君の趣味には愛想かいしかしながら君は間違いなく、僕が何者なのか、そしてなぜ僕がこの杯のワインを飲んでいるのかについて自問していることだろう。このゲームをプレイしているうちに、もしかしたらわかるかもね。いずれにせよ君が先に進むのであれば、このゲームは以下の筋書きに基づいていることを警告しておかなければならない。その筋書きとはすなわち、愛、憎しみ、死。 狂気の意志、そして裏切りだ。うん、うん、違うか、裏切りは関係ないかもしれない。ともかく、君を紹介で退屈させたくないんだ。それにこのワインを味わいたいしね。さて、操作方法を覚えてくれ、難しくはないよ。だが気をつけてくれ、誰かがドアの前にいるよ。いきなり脅かさないで。操作方法に特に変わったところはなさそうですね。主人公ルーシーの身に何が起こるんだろう。これは電話の音。あれ、電話。 でも私の部屋に電話はないのに。アイテムは自動で使用されるようです。優しいですね。まずは電話を探すのだ。セーブはルーシーの自室のベッドで飲み可能なよね。何はともあれ、まずはセーブしてみます。セーブ機能があるゲーム大好き。次は電話に対してね。音は洋服ダンスから聞こえる。中で年代物の,の電話が鳴っているんだけど、電源は繋がっていない。もしもし。いやあ、小さなお嬢さん聞いているかいあのメイドが入ってくる前に。 すぐにドアに鍵をかけるんだ。鍵ミレーナのこと。君は逃げなければならない。奴は君に機内を加えようとしている。私を信じてくれ。メイドって屋敷の使用人じゃないの。あなたは誰なぜ私を怖がらせるの君を助けたいだけだよ。どうしよう。怪しい電話が。でも多分、嘘じゃないんでしょうね。電話が消えてしまった。どうするのだノックの音が。 ミレーナが、毎晩私に薬を渡しに食うの。それって、本当に大丈夫なお薬ですか私は決して彼女に立ち向かうことができなかった。その、治療薬を飲み始めてからどれくらい経ったかさえ覚えていない。あかんやつだ。そして日を追うごとに、気分がおかしくなっていく。幽霊電話の声に耳を傾けるべきかどうか。でも、今夜は変な薬は飲まないことにする。ドアに鍵をかけるのよね。急いだ方が良さそう。ドアに鍵をかけないと、すでに寝室の鍵は持っているわ。右のドアかな。ロックはできたけど、 鍵が壊れちゃったみたい。ルーシー、なぜドアに鍵をかけたの怖いのだ。私、広いウイルス性の病気にかかったみたい。あなたに感染させたくないの。どこかに逃げた方が良さそう。ドアを開けて自分で開けるのよ。さもないとマスターキーで開けるわ。どうしよう。この部屋から逃げないと。でもこのドアが唯一の出口なのよね。隠れても無駄そうだし、窓から出るしかなくない他に方法はない。窓から外に出ないと。 落ちなきゃいいんだけど、今いるのは3階だし。うわ、これは落ちたら大変です。下を見ちゃダメ。思いのほか普通に歩き始めたわね。あの電話って誰からだったんだろう。ここの窓はどうでしょうどうやらダメみたいね。別の場所を探しましょう。ルーシーちゃん何歳くらいなんだろう。心が強いな。あ、ここは OK だったようです。ここはバスルームみたいね。素晴らしい。私専用のバスルームね。 あのローメイドから隠れる場所を探さないと。このバスルーム内に隠れるところはない感じかな。当然のことながら、キャビネットに隠れるのは無理ですね。外に出ましょうか。時間制限とかないといいけど。これは私の部屋。ミレーナが多分中にいる。入りたくないわ。それは無理ですね。隠れなきゃならないけど、周囲のものも気になるわね。おかしい。悪縁の中に何が描かれているのかわからない。怪奇現象ここは両親のバスルーム。 ドアは塞がれている。ご両親は寝てるここは両親の部屋。まあ、今は父さんだけの部屋だけど、もし入ったら父さんを起こしてしまうかも。お母さんはいないのかしら二階に降りるのだ。どこにいるのなぜ私から隠れるの怖すぎる。下に降りてくる。他に選択肢はない。フランシスの部屋に隠れよう。中にいなければいいけど。フランシスは使用人の誰かかしら。運がいいわね。フランシスはここにいない。でもミレーナが来る。今すぐ隠れなた。屋敷の主人のはずなのに。 ベッドはベッドの下はスペースがほとんどなくてダメみたいうーむむここはどうですこの衣装ダンスで十分でしょうほとぼりが冷めるまでここに隠れられるうまくいくといいけどドキドキドアの開く音があの子はここにもいないわね左がミレーナ右がフランシスかしらどうするちょうど境界線が薄くなっているというのに境界線って何の話なのだ もし俺らが例の調合薬をあの子に与えていないことを父親に知られたらえまさかの黒幕父親説あの子が遠くにいるはずがない門が閉まっているのだもの開花を調べ続けましょう了解だマダムなんだかオカルティックな匂いがしてきたわね父親がルーシーちゃんに薬をうーんどうしましょうでも屋敷から逃げるにもやっと出て行ったのねなんて不穏な会話でも二人は何を話していたの境界線 それにどうしてこの薬があの人たちにとってそんなに重要なのきっと父さんがこの件と関係しているのね。信じられない。つまりあの幽霊電話の声は正しかったってこと。あの人たちは本当に私に危害を加えたいの。何が起きているのか突き止めなくちゃ。でも今はあの二人が隠れんぼをしている間にこっそり寝室に舞い戻って寝よう。疲れた。明日計画を立てよう。今すぐ逃亡するのは無理そうだね。寝室に戻りますか。大変なことになったわね。三階に上がるのだ。 ドアはまだ鍵がかかっている。それに私の鍵は壊れている。ミレーナはあの忌々しい薬を飲ませないまま私を寝かせたがらない。このドアを開けるためにマスターキーを見つけないと。彼女はいつもマスターキーを持ち歩いているけど、もしかしたら自室に合鍵があるかも。フーム。彼女の部屋は、未開、使用人たちの階にあるわ。使用人が信用できないっていうのはなかなか大変なことね。ルーシーちゃんはかわいそうなのだ。ミレーナの部屋はここですかね。あ。運が悪すぎる。ああ。 やっと見つけた。どうして夜中にうろつくことにしたのもう遅いわ。薬を飲んで寝る時間よ。その薬が何なのか教えてもらえます。うーん、彼女はいつもと変わった様子はないから、フランシスの部屋での会話は聞いてなかったふりをしよう。すごくしっかりした子ね。その通りね。私はただトイレに行きたかっただけなんだけど、違う道も歩きたくなって、あはは。なんておバカさんなのかしら。面白いわね。可愛い,い子。でももうベッドに行きましょう。どうにかならないのだ。 そしてこれがあなたのお薬よ飲まずに捨てちゃいましょうどうやら初日が終わったよねセーブして続行するのだあれこの人はごめんなさいこれは全て私の責任もしかしてルーシーのお母さん責任ってどういうことだろう色々いろいろ気になりますねあらさっきの女の人は目が覚めたかルーシー気分はどうだこれがお父さんえっと実はよかったお前と話したくてね 私の事務室までできるだけ急いで来てほしい娘の話を聞かないお父さんですね何の用事かしらねミレーナたちとつながってそうで警戒しちゃうのだ何か企んでいそうです怪しい父さんの事務室は1階の左側にある後で行ってみましょう変で、ね、朝のはずなのにソアは暗く明かりがついている夜みたいにミレーナたちが境界線がどうたらとか言ってたけど左側の肖像画はルーシーちゃんのお母さんが注文したんですね お母さんはルーシーを可愛がってくれていたよね。まあ、とりあえずお父さんの事務室に行ってみるのだ。一階に降りてきました。目的地以外の部屋は入れないみたいだから、事務室に直行した方が良さそう。幽霊電話とか、何が描いてあるかわからない絵とか、ちょいちょい怪奇現象を起きてるのだ。家族全員で食事した記憶がほとんど残ってないなんて。地下室は後で入ることになりそうね。 枯れているフランシスは屋敷内の植物を気にかけていないみたいフランシスは庭師っぽいね仕事は真面目にしてないかもだけどここですかいな予感がするわねやっと来てくれたか今晩の出来事のことを聞いたよその動機も理解できた本当にわかってるのだ父さんもうあの薬は飲みたくないほとんど現実のように見える変な夢まで見始めているのそれに頭がぼいやりするの母さんを見たわあの人はお母さんでしたかああ優しい母さん 心から愛していたよ。お前の母さんがいなくなってから、私の心はバラバラになってしまった。お母さんは亡くなったっぽいわね。私も母さんは恋しいけど、それが私とどう関係あるのルーシー、可愛い,い娘よ。母さんが亡くなった時、お前は精神的な傷を負ったことを理解してほしい。そのためのお薬ってことだからこの薬を処方したんだ。薬を服用することがお前にとってとても大事なんだよ。気分が落ち着かないかい。このお父さん、もしかしてお医者さんですかうわ、厄介ね。 そうでもなないかな多少の副作用はあるが普通のことだよ嘘っぽいなさあもう言っていいだがまずお前に用事を頼みたいどんな用事難しくはないお前には庭師を手伝ってもらう彼は庭の手入れと屋敷の維持管理をしている屋根裏にいることだろう彼のところに行ってきてくれ庭師のフランシスの手伝いをお願いされました部屋の中を調べてみましょうか金庫が気になるルーシーちゃんは興味ないみたいで今は調べられないですねルーシーテレビゲームが好きなのね 後で話そう。他に調べられそうなものはお父さんは有名なお医者さんだったようです。あら、ピアノの楽譜を見つけたのこのピアノの楽譜は、後でメインストーリーを進める際に必要となるアイテムですわ。屋敷のあちこちに散らばっているので、今のうちに集めておくと、後で楽でしょう。なるほどな。後でピアノでも弾かせられるんでしょうかゴミ箱も見てみましょう。父親の目の前でゴミ箱をあさったら、不審がなられそうだけど。中に入っていた新聞を読みましょう。 新聞は破れていて内容はよくわからないわね。お母さんが亡くなった時の事故の記事だったり、カードファイルがいっぱい入ったキャビネットは特に気になるものはないようです。この辺りにも何かないかしら中にはコートがたくさんかかっている。コートをもっとよく見る。誰のコートなんだろうミレーナのコートから暗号の書かれたメモを発見です。役に立ちそうね。3階に来たのだ。屋根裏に行く前にご両親の寝室をチェック。 またピアノの楽譜を発見したわねあんまり寄り道してもあれだしそろそろ屋根裏に行くのだフランシスがいましたいや元気かい誇りっぽいのかしらね <laughs> こんにちはフランシスあなたが手伝いを必要としてるって父さんはそう言ったのかいそうだな君に渡したいものが <laughs> ある素敵なんでもいいまずはハサミを探すのを手伝ってくれその辺にあるはずだからフランシスは悪いやつじゃないのかな 薬がどういうものかは知ってそうでしたけどねハサミを見つけても渡さない方がいいのかしらハサミ見つけちゃったねあれ左にある肖像画って冒頭に出てきた男のものじゃないですかあの男は昔この屋敷に住んでたのかしらピアノも調べられるかな古いピアノだ屋敷の前の持ち主が演奏してたのかな見つけたピアノの楽譜と関係ありそうですねハサミを渡してみましょうかどうもありがとう埃アレルギーであの箱に近づけなくてね ともかくこのカトラリーを持ってミレーナのところに行ってくれこの古いピアノの後ろにあったんだそれってどうしても行かなきゃダメですか素敵あの老婦人のところに行かなくちゃルーシーも嫌がってるわね <laughs> なんだってああなんでもない彼女は多分キッチンにいるよ台所は多分1階だねというわけで1階に降りてきましたミレーナに話しかける前に色々調べておきたいわねミレーナが作ったご飯とか食べたくないたくさんのお鍋があるけど 暗闇の中で何かが輝いている。小さな鍵。どこの鍵かしら。ミレーナの目の前でつまみ食いしようかと思ったけど無理そう。相変わらず、外は真っ暗みたいですね。右のドアから外に出られる。このドアは裏庭に通じているわ。別の出口。絵もロープで縛られている。何か鋭いものを使えば切れるかも。フランシスのハサミとか仕方ない。ミレーナに話しかけます。 あらありがとう。屋根裏で見つけたのあの場所には気をつけて暗闇にうごめく生き物とネズミでいっぱいなの。そう。アドバイスありがとう。あなたのお父様はあなたを助けたいだけなの。彼はあなたのお母様を愛していた。そしてあなたのことも愛してることを知っておいてね。お母さんのことを今までも引きずってそうだったけど。今日はもう終わりでいいでしょう。自室に戻ろう。眠いわ。寝る前に調査をしておきましょう。まずはミレーナの部屋から。クローゼットはここにはミレーナの制服が入っている。 彼女はトアの昔から私たちのために働いてきた。いくつくらいなんでしょうね。これは ?4 桁の番号が必要みたいなのだ。ミレーナのコートのポケットに入っていたメモに書いてあるのでは、数字は6408。みんな油断しているのか、全然警戒されてないのだ。無事オープンできたようです。中身はピエノの楽譜だったよね。次はキッチンで見つけた小さい鍵で開けられる場所がどこか確かめるのだ。 キッチンにあったし、使用人のフロアである2階が怪しいと思うのですがここは使用人のバスルームね鏡を覗き込んでも何も起きないのだトイレは絶対使わないとここに面白いものは何もないけど、鍵のかかった引き出しがある小さな鍵はどうやらここのものだったようですテアノの楽譜があったわねやったそろそろ寝ましょうお疲れ様寝るのだフランシスは中庭の定をしているだから彼が門の鍵を持っているはず でもどうやって借りを取れば塀をよじ登って逃げられないのだ。まあ、それができるんだったら、早々に逃げられてますよ。セーブをして続きのお話を見ていきましょう。ピアノの音屋根裏のピアノですかねうーん。誰かが屋根裏のピアノを弾いている。調べに行こう。お父さんや使用人には聞こえていないのかしら他の人たちは様子を見に来てないみたいだね。この人。 あなたがピアノを弾いていたのよねこんばんはお嬢さんどうしてまだここにいるんだい色々いろいろありまして現時点で昼なのか夜なのかわからないあなたは誰なの僕が誰であるかは重要ではなく君がこの屋敷から脱出することが重要だ君は危険な状態にある分かったあの幽霊電話の声の人でしょお会いできて嬉しいよ僕の名前はヴィンセントだヴィンセント私は君が誰かは知っている境界線が薄くなったことで 僕は君に話しかけられるってわけだ。もしかして、あの世とこの世が近づいているうん。あなたも落ち着かないのね。何が望み君は逃げるべきだ。この屋敷の住人は君に危内を加えようとしている。逃げなければ悪い結末が待っている。なぜ同じことばかり繰り返すのもしも僕の言うことを信じられないなら、お嬢さん、地下を調べに行きなさい。信用できないわ。それなら自分の目を信じることだ。色々と気になるけど、今回はこの辺りで一区切りにしておきましょうか。地下には一体何が はい。続きは次回ということで。三人ともお疲れ様ですわ。それでは、前回の広告とギフトのお礼をしましょう。前回は、ハロウィン映画を紹介するホームページを閲覧しようとしたらとんでもないことになるホラーでしたね。怪しい URL は踏まないように注意しないとね。他にもコメントやひね、高評価、フォロー、チャンネル登録など本当にありがとうございますなのだ。そういえば、キリタン。ごめんね。お誕生日のお祝いが一日遅れてしまって。 プレゼントはレトロゲームのソフトの詰め合わせだけで本当によかったんですのえへへ今年も十分すぎるくらいプレゼントをいただきました晩ご飯はステーキがいいのだどうしてズンダモンがリクエスト<ー>本当は<ー>姉様たちがズンダモンと一緒にいるのが一番楽しいプレゼントなんですけど恥ずかしいので黙っておきます今年もいい一年にしましょうね チャンネル登録・高評価よろしくなのだ。